はい、皆さんお疲れ様です。エフェクツエフェクツ小出です。自作エフェクターではトランジスタに並んでよく登場する電子部品のオペアンプ、増幅する部品だということはなんとなくわかっているけど、ちょっと勉強しようと思ってネットなんかを検索してみると情報量が多すぎてどこから手をつけたらいいのかわかんないんだよなぁと思っている人に向けて、オペアンプの一番基本的というか基本より前の入り口あたりのお話をしようと思います。すでにオペアンプのことが分かっている方にとっても雑学的に聞ける部分があるかと思いますので、お付き合いいただけたら嬉しいです。では行ってみましょう。オペアンプの正式名称はオペレーショナルアンプリファイアと言います。ご覧のように OP を頭につけた書き方を目にすることが多いですね。このオペアンプを日本語に訳すと演算増幅器となります。アンプリファイアの和訳が増幅器なのはいいとして、オペレーショナルの和訳は操作上のとか作戦上のという意味が一般的で、演算と訳すのはあまり目にすることがないような気がします。でもオペレーショナルエクスプレッションで演算式という意味もありますから、そういう訳し方もあるんだなと納得しておきましょう。さて、演算増幅器というくらいですから、当然オペアンプは演算ができます。ピンとこない人もいるとは思いますが、加算や減算、微分積分なんてことができちゃったりします。不思議ですね。演算の仕組みについては省略しますが、オペアンプはもともとアナログコンピューター用に作られたもので、オーディオなど音響の世界で利用されるようになったのはだいぶ後の話なんです。今では当たり前のように音響の世界で使われているオペアンプなので、どうして演算増幅器って名前なのかずっと疑問に思っていた方も、こういった経緯がわかれば納得ですよね。現在のオペアンプは基本的に IC 化されています。ですから正確にはオペアンプ IC とするのが正しいのかもしれませんが、オペアンプといったら今はこれを指します。大きく2種類、挿入実装型と表面実装型に分けられますが、自作では基板に差し込んでハンダ付けを行う挿入実装型がほとんどです。大抵はピン配列が2列のデュアルインラインパッケージ、略して DIP、 これを使います。ピン配列が1列のものもあって、シングルインラインパッケージ、略して SIP と言います。ピンピッチはおなじみの 2.54mm。 自作エフェクターではユニバーサル基板もプリント基板も 2.54mm ピッチを使いますから、普通はこの DIP か SIP を使います。他にもたくさんの種類がありますが、自作エフェクターで使うものはだいたいこの2種類になると思います。ただしヴィンテージのエフェクターを追求していくと、今度は缶パッケージというものもあったりするので、ヴィンテージものの再現にこだわる人は調べてみてください。缶パッケージは人によって、あるいは書籍等によってはキャンパッケージと呼ぶ人もいます。今説明したものは DIP も SIP もピンの数が8本のものですが、オペアンプには14本のものもあります。大体想像がつくと思いますが、これは IC の中に収められているオペアンプの回路数の違いによるものです。一つのパッケージの中にオペアンプが1回路入っているものをシングル、2回路入りはデュアル、4回路入りはクワッドと呼びます。シングルとデュアルはピンの数が8本、クワッドは14本となっています。クワッドは見た目からして違いますが、シングルとデュアルは同じ8ピンでありながら、1回路入りと2回路入りの別物なので差し替えはできないというわけです。じゃあ同じ回路数のオペアンプなら何でも差し替えができるのかというと、そうもいきません。特性の違いがあるので、差し替えができるかどうかは自分できちんと調べる必要があります。あとピンには番号が割り当てられています。文字が読める状態でラベル面を見ると、左側に切り欠きもしくは丸い印がついています。その時一番左下のピンを1番ピンとし、反時計回りに数えるルールになっています。回路図やデータシートを見ながら、電源は何番ピン、出力端子は何番ピンといった具合に対応させていくんですね。オペアンプにはそれぞれ型番で記される名前があります。シングルやデュアルの違いはこの型番から判別できるものもありますし、そうでないものもあります。例を挙げるとこんな感じです。例えばテキサスインストゥルメンツの TL071 なんかは、シングルが TL071、 デュアルが TL072、
クアッドが TL074 と一目瞭然の名前になっています。でもレイセオンの RC4558 にはこの法則は当てはまりません。4558はデュアルのものしかないからです。一応言っておきますが、オペアンプは必ずシングル、デュアル、クアッドがシリーズ化されているというわけではないんですね。型番の付け方にどういう意味があるのかというと、メーカーさん的には何かしらの意味があるんでしょうけど、特にルールが決まっているわけではありません。そんなオペアンプですが、性能の良い、または人気のあるオペアンプは別のメーカーがコピー品を作っています。これをセカンドソースと呼んでいます。先ほどの RC4558 は歴史のあるオペアンプで、いろんなメーカーが互換性を持つセカンドソース品を出しました。 RC4558 はレイセオンのベストセラー、いわば4558系のオリジナルになります。そのセカンドソースを NEC、モトローラ、ソニー、JRC など数多くのメーカーが作りました。で、同じ4558といっても互換性はありますが、完全に同じわけではないので、当然出てくる音にも違いが出ます。普通であればオリジナルよりもコピー品の方がなんとなく劣るような気がしますが、そこが音の世界、人の好みが出るので、どこどこの4558が音がいいとか、どこどこの4558の方が高音が綺麗に出るとなるわけです。セカンドソースだからダメということにはならなかったんですね。オペアンプは能動素子といって電源が必要な電子部品です。仕組みについては割愛しますが、原則として両電源という使い方をします。例えばプラス 15V とマイナス 15V の2つを供給して使用するといった具合です。なぜかということを説明するのはなかなか大変なんですが、思いっきり簡単に言うと、プラス方向だけでなくマイナス方向にも動作させる必要があるからです。最初に言った通り、オペアンプは演算増幅器ですから、加算減算をすると言ったらなんとなく分かっていただけるでしょうか。付け加えるならば、音声信号は交流波形なので、プラスもマイナスも必要になるということです。プラス 15V は問題なく分かると思いますが、マイナス 15V をどう加えるのか、ここが初心者を悩ませるところ。図で考えるとこういうことになります。グランドを中心にプラスの電圧、マイナスの電圧を取り出すことができます。乾電池ならばこう、直流安定化電源ならばこうなります。他にはプラスとマイナスの2電源が取れる専用の電源を作ります。専用のモジュール、セーフ電源モジュールなどの名称で販売されていますが、こういったものを利用することになります。オペアンプにプラスマイナスの両電源が必要なら、エフェクターではどうやって動かしているのか疑問に思う方もいるでしょう。エフェクターの電源は基本的にプラスの 9V しか供給していません。両電源ではなく単電源になります。そこでバイアスといって直流の 9V を半分にした 4.5V を加えておき、そこに音声信号、つまり交流波形を乗せると、マイナス側の波形がプラスになるので、単電源での動作が可能になるわけです。このように原則両電源で動かすオペアンプも単電源で動作させることができますが、適しているかどうかは個々のオペアンプで変わります。以前バッファの基本実践編という動画でもお話ししましたが、オペアンプに電源を供給するのは当たり前のことなので、回路図ではオペアンプの記号の電源ピンを省略するのが普通になっています。初心者の方は不親切に感じるかもしれませんが、慣れてくるとその方が回路図が見やすくなります。オペアンプの電源ピンが省略されている場合、例えばそのオペアンプがデュアルなら8番ピンのプラス、4番ピンのマイナスが省略されています。エフェクターの場合は単電源なので、8番ピンが 9V、4番ピンがグランドということになります。分かっている人には当たり前のことですが、初心者の方はつまずきやすいです。でも安心してください。みんな初めは分からないところからスタートするんです。さて、今回はオペアンプの入り口のお話をしてみましたが、いかがだったでしょうか。少し駆け足気味になってしまいましたが、要点をなんとかギリギリ詰め込んだつもりなので、今回の話で何か掴んでもらえたら何よりです。それでは最後までご覧いただいた皆さん、ご視聴ありがとうございました。